それでは今回は失敗図鑑大野さんの本について解説したいと思います。この本で書かれていることっていうのは世界的に成功した人の失敗話です。人間って絶対に失敗したくないって思うけど、実は失敗しちゃうんですよね。必ず失敗します。ここで大事なのは失敗から何を学ぶかってことです。それを成功者からしっかりと皆さんも学んでほしいなと思います。僕が取り上げるのは4人です。1人目がシャネルのココサレル、2人目がプロ野球選手のベーブルース、3人目がアップルのスティーブジョブズ、4人目がケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースです。それでは具体的に解説していきたいと思います。まず最初、ココシャネルです。シャネルが失敗したのは実は70歳の時でした。締め付けられた服では自由に働くことはできないとシャネルは考えました。女性が生き生きと輝ける服を作りたいということで、ファッションの修行を1年間準備を重ねてファッションショーを開きました。しかしこれが大失敗したんですよ。ファッションの専門家にこう言われました。昔の栄光を引きずったデザイナーだよと、古臭いファッションショーだったねと。シャネルは今を生きる女性が美しく輝けるための服を作るつもりだったんですよ。でももう自分の時代は終わってしまったのかと。シャネルはこの失敗をどう乗り越えたのか。ひどいことを言われたシャネルは再び心に火がついて、その後も様々な服を作って発表しました。ついに認められました。シャネルが活動していたフランスではなくてアメリカで認められたんですよ。この時代アメリカっていうのは世界に先駆けて女性が自由に働くことがブームになっていました。アメリカの新しい女性たちにシャネルの服は大喜びで受け入れられたってことです。シャネルの服の一体どこがそんなにいいのか、それをみんなが知る方法っていうのはたった一つです。日本にあるシャネルのお店に行って試しに着てみてください。シャネルが何を美しいと思ったのか、また女性たちにどう生きてほしいと考えたかがよくわかります。自分が一生懸命作ったものとか考えたことが周りの人から笑われたりダメだと言われる、みんなにも怒ることって絶対あると思うんですよ。シャネルと同じで、ただここでは認められなかっただけと考えてください。自分ではものすごくよく描けたと思った絵がクラスの人に笑われたとしても気にせず地域のコンクールに出してみるなど、相手にする世界をどんどん広げてみることです。普通に生活をしているとついつい自分の周りにあるものだけを世界と思ってしまいがちです。でも実際の世界っていうのはものすごく広いんです。そのどこかで自分のことを認めてもらえる場所が必ずあります。その場所が見つかるまで諦めずにどんどん自分の世界を広げていくことが大事です。世界は広いんです。もっと皆さんが輝けるところっていうのはあるし、自分の世界を広げることが大事です。仕事でうまくいかないことってあるじゃないですか。そこで認められなかっただけなんですよ。別のところでは認められることがシャネルのようにあるってことです。フランスで認められなかったシャネルがアメリカで認められるように、皆さんも別の場所に行けば輝くことが絶対にできるってことです。続いて野球の神様と呼ばれたベーブ・ルースです。彼は40歳で21年間のプロ野球人生を終えました。その間に打ったホームランの数っていうのは714本でした。当時大リーグの歴史の中でこれほどたくさんのホームランを打った選手はいませんでした。そしてこの記録っていうのは39年間も守られ続けました。圧倒的な成功者だったんですけど、子どもの頃のルースはとんでもない不良少年でした。母親は病気がちで、父親はお店の仕事が忙しくて子どもの面倒もまともに見ることができなかったです。そんな環境で育ったルースっていうのは道を大きく踏み外しました。わずか7歳でタバコとかお酒を始めて学校も全く行ってなかったんです。さすがに両親も手に負えず、ルースはとうとう家を追い出されました。悪い子どもの心と態度を直す更生施設で規則正しい生活に勉強、そして働くために必要な技術を教えてくれる学校に入りました。ルースはここで7歳から19歳までの12年間を過ごして、その間テレビや新聞などをあまり見なかったため、社会で起きたニュースや世の中のことを知らずに育ちました。不良になるという大失敗によって更生施設に入られたルースなんですけど、一人の人物と出会います。ブラザーマシアスって方です。更生施設で生徒に勉強などを教える方です。彼は多くのことをルースに与えました。ルースはマシアスを父親のように慕うようになります。そこで主に教えたのが野球です。彼は休み時間もルースに野球を教えました。19歳の時にたまたまルースの試合を見ていた大リーグの選手がチームの監督に連絡します。すごい選手がいると。こうして伝説のホームランバッターベーブ・ルースが生まれました。もし彼と出会わなければルースはどうなっていたか、野球を知ることもなく更生施設を抜け出して不良のまま生きていたかもしれません。人生っていうのは人との出会いによって大きく変わるってことです。そしていい出会いに恵まれるほど人は大きく成長できます。じゃあどうしたら人との出会いに恵まれるのか、それはいろんなタイプの人と友達になることです。皆さん同じ人と付き合いがちじゃないですか。自分と違うタイプの人っていうのは自分の知らない楽しいこととかすごいことをたくさん持ってます。こういう人たちと付き合うと自分の世界がぐ
ぐっと広がって知り合いも増えて、その結果いい出会いに恵まれやすくなります。なのでいろんな人と仲良くなることを意識してください。社外の友達を作るとか、いろんな人と会う、人生を変えるには付き合う人を変えることが大事だと思います。続いてアップル社を作ったスティーブ・ジョブズについてです。ジョブズが関わるとたちまち世界的ヒット商品になってしまうと、その秘密っていうのは強いこだわりです。彼っていうのは徹底的に使いやすさとデザインにこだわっていました。自分が気に入った形になるまで何度も何度も作り直させることは当たり前、作っている人に対してものすごくひどい言葉をぶつけることもしょっちゅうありました。こだわりの達人っていうのはスティーブ・ジョブズです。でもそのこだわりによってジョブズっていうのは大きな失敗を経験します。それは何かっていうと、ジョブズは自分で作った会社を追い出されるってことです。新商品が最初たくさん売れたのでどんどん作ったんですよ、規模拡大するために。そうしたらすぐに売れなくなった。その結果会社の売り上げがドーン落としてしまったんですよ。経営者たちは大慌てです。そして売り上げが落ちたことをみんなジョブズのせいにしました。経営が悪くなったのは君のせいだと、君はわがまますぎると、社員の評判もすごい悪いと、口も悪すぎると、出て行ってくれって言われたんですよ。ジョブズはもちろん会社の中で一番偉い人だったんですけど、だからといって何でも思い通りになるわけではないです。経営者全員から出て行けと言われたら出て行くしかないんですよね。この時はすごいジョブズは落ち込んだようです。しかしジョブズっていうのはそれで終わるような人間ではないです。周りの連中がバカなのが悪いと、自分ではなくて周りが悪いと考えたジョブズは新たにパソコンの会社を作ってアニメーションの会社を買い取りました。このアニメーションの会社が後にアニメ作りに革命をもたらすことになって、ジョブズは見事に復活しました。一方ジョブズを追い出したアップルっていうのはその後もどんどん売り上げが下がりました。このままでは会社が潰れてしまうと、そこでアップルが取った最後の手段が、なんとジョブズが新たに作ったパソコンの会社を買い取って、ジョブズを再びアップルの経営者にするというものです。アップルに戻ったジョブズは会社の経営者のほとんどを追い出しました。再び徹底的に商品を作り込みました。こうしてできたのが iMac、iPod、iPhone です。そしてジョブズっていうのはこれらの商品で再び世界を変えていった。人からどう思われようと言いたいことは言うと、それで居場所を追われても自分を変えることはなかったジョブズです。その結果大きな成功を手に入れたんですけど、こんなことってなかなか普通の人ではできないじゃないですか。そのためジョブズの失敗から学べることっていうのは少ないんです。でもたった一つだけ彼の人生から学べることがあります。それはジョブズは自分の会社を追い出された後すぐに新しい会社を作ったってことです。もしかしたら皆さんも小さな失敗で居場所をなくなることってあるかもしれないです。その時っていうのは失った居場所をいつまでも見つめたりするのはやめて、新しい場所を作るようにするってことです。もちろんジョブズのように新しい会社を自分で作るなんてことは簡単にはできないです。でも今の仕事がクビになるとか、今の場所からいなくなることってあると思うんですよ。裏切られることがあったとしても、新しい場所を作るってことを絶対に覚えておいてください。そして最後がケンタッキーフライドチキンを作ったカーネル・サンダースです。お店の前で優しい微笑みを浮かべながら立っているこの人こそ、世界中にお店を持つケンタッキーフライドチキンを作った人、カーネル・サンダースです。彼がケンタッキーフライドチキンを作ったのは65歳の時です。彼っていうのは仕事を転々としてたんですよ。失敗続きでした。最後はケンタッキー州でガソリンスタンドを始めました。このガソリンスタンドっていうのは大きな通りにあって、車がどんどん入ってくるんですよ。そこでお客さんは一つの悩みがあったんですよね。それは近くに美味しいお店がないってことです。カーネル・サンダースはここでひらめきました。彼っていうのは料理が得意だったんで、ガソリンスタンドに食事ができる場所を作りました。そして自分の料理を出したところ大人気になりました。そこで一番人気だったのがフライドチキンでした。1956年、カーネルが65歳の時にガソリンスタンドは潰れてしまいます。なぜかっていうと、近くに高速道路ができてみんながそちらを通るようになったため、カーネルのガソリンスタンドに行く理由がなくなってしまったからです。残されたのはフライドチキンの作り方だけだったんです。でもここからカーネルの本当の活躍が始まりました。他のお店にもフライドチキンを置いてもらって、売れた分だけお金をもらおうと考えたんです。65歳のカーネルすごいです。車にフライドチキンを作るために必要な道具を積んで広いアメリカを飛び回ります。1500店舗もあったっていう話です。でも中には心よくフライドチキンを置いてくれるお店もあって、そのお店にはフライドチキン目当てのお客さんがどんどん入るようになりました。2年間これを続けてカーネルっていうのはフライドチキンを売り続けました。その結果カーネルの電話は鳴りっぱなしになりました。うちにもケンタッキーフライドチキンをと、カーネルのフライドチキンっていうのはアメリカ中に広まって、やがて世界に広まりました。日本でも大きなお店を出すようになりました。カーネル・サンダースの人生っていうのは誰よりも失敗だらけでした。これは人生は
いつからでもやり直せると、人は何度でも立ち直れるっていうことを私たちに教えてくれます。もちろん簡単なことではないです。これだけはできるっていう自分ならではの武器が必要です。カーネルの一番の武器っていうのは売り込むことです。量をこなす、数をこなす、1500回ってすごいじゃないですか。65歳ですよ。でもこの武器も最初から持っていたわけではないんですよ。何度も失敗して初めて身につけたものです。何でも真剣にやってみる、一見バカみたいなことでも真剣にバカをしてみる、そうすることで何かを身につけることができます。いろんなものを身につけて強くなった自分こそが失敗から立ち直らせてくれる最大の武器です。そして強い自分を作ってくれるのは今の自分だけです。カーネルから学べることっていうのは、どんな時でも笑って楽しく真剣に努力するってことの大切さです。そうすれば皆さんもどんな失敗からの乗り越えられることができます。なのでね、カーネルのように売り込むと数をこなすってことは非常に重要じゃないかなと思います。それではまとめです。まず最初、ココシャネルから学べることっていうのは、世界は広いってことです。今の場所で結果が出なくても、皆さんはもっと輝けるところがあると、自分の世界を広げましょう。仕事でうまくいかなかったとしても、そこで認められなかっただけなんですよ。別のところで活躍する場はあるってことです。続いて、ベーブルースから学べることっていうのは、人生っていうのは人との出会いによって大きく変わるってことです。いい出会いに恵まれれば人は大きく成長できます。なので、いろんなタイプの人と友達になってみてください。社外の友達を作る、自分が出会ったことない人に会ってみる、これらをやることによって自分の知らない世界を知ることができます。続いて、スティーブ・ジョブズから学べることは一つです。これから皆さんが居場所を失ったと、そうしたことがあったとき、すぐに新しい居場所を作るってことです。ジョブズのようにでっかいことじゃなくてもいいです。クビになった仕事がダメになったときに新しい場所を作るってことです。そして最後、カーネル・サンダースから学べること、65歳からでもやり直せるってことです。人生はいつからでもやり直せると、人は何度でも立ち直れるってことを私たちに教えてくれてます。売り込むこと、量をこなすこと、努力すること、真剣にやってみると、誰に何を言われても立ち向かうっていうことの精神っていうのはカーネル・サンダースから学べます。この本っていうのは10歳から読める失敗の教科書として出されている本です。非常に読みやすい物語形式になっているので、ぜひ子供がいる方は子供と一緒に見るとか、大人の方でも失敗怖いとか失敗したくないなって人は失敗をしっかり学ぶことができます。大事なのは失敗から学ぶことです。逃げた後何をするか、大事なのは失敗から学ぶことです。やっぱ成功するよりも失敗したくないって思いのが強い人多いと思うんですよ。なので、この本を読んで成功している人っていうのはたくさん失敗してるっていうことを学ぶと、そこで失敗から学べる教訓っていうのがね、一人一人書いてあるので、非常に良い本なので、本の方もぜひ見ていただければと思います。この動画見ていただいて感想とか気づき、学びがあればぜひコメントお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。